矢原博道、矢原博道、矢原博道、1902年10月2日から1981年5月7日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍大佐。沖縄戦で第32軍の高級参謀として戦略自給作戦を指揮した。巧みな作戦指導により圧倒的に優勢なアメリカ軍に大きな犠牲を与え、 当初計画の3倍の期間足止めした。アメリカ軍からは、優れた戦術家としての名声を欲しいままにし、その判断には計画性があったと高く評されている。鳥取県米子市海家出身。聖火は養蚕農家、自作農。父、矢原宇佐ぶろは、役場リ父、宇佐ぶろの聖火は村一番の地主ではあったが、次男の父は、役場のささやかな給料。 それに地上部近い桑畑から上る養蚕の収入で生活を賄っていた。水田や果樹園からの収入はごくわずかなもので、子供が増えるに従い、自家販売も確保できず、はざかきには当時、南京米といった外米などを買わねえばならぬといった状態だった。いわば、当時の平均的な貧しい農村の自作農だった。父、宇佐ぶろの兄は、長年村長を務めており、 当時米紙では最高学府であった高橋塾で漢学を学んだインテリーで村の名士と言っても良い存在だった。小学校3年の時、母、千代のと市別。米粉中学校、玄与名護東高校に入学すると、矢原の頭脳名席ぶりが発揮され、学術科目は全科目の成績が高で唯一武術のみが乙であった。 5年間の在学中に一度も病欠することもなく、解禁症も受けており、卒業式では、主席として卒業生総大に選ばれている。矢原が中学を卒業する頃は、大正デモクラシーの公用で、陸軍士官学校や海軍兵学校などの軍、学校志願者が激減していたが、矢原は、家計のことを考えて、陸軍士官学校に進学している。矢原は、学科、 座学は抜群の成績で、教官からも一目置かれており、講義の際には意見を求められるほどであった。陸軍省人事局長、ぬかたひろし中将も、やはらのことを、快活な優秀者で、商校団の長であった。と称賛している。しかし、重剣道や馬術などの塾科については、陸軍幼年学校から進学してきた生徒には、必ず平均的な成績であり、 中でも馬術が最も苦手であった。そのため、総合的な卒業成績では、不評家の五番目に止まり、恩師の銀時計を受け取ることはできなかった。米子中第十七期卒、同期生に、湯浅佐夫を経て、1923年7月、陸軍士官学校第35期を卒業。同年10月、不評少尉に任官。 不評第63連帯付などを経て、最年少で入学した陸軍大学校第41期を1929年11月に、優等、5位で卒業、恩師の軍等を配慮した。1930年12月、陸軍省人事局付勤務となり、人事局会員、部任課に移動。 1933年10月から1935年12月まで陸大優等生の特典としてアメリカに海外留学している。ヤハラはアメリカ社会を知るために下宿先に近所の人たちを呼んで交流したがアメリカ社会との交流の中でヤハラが驚かされたのがアメリカの大学生が予備役商工訓練課程で大学教育一貫で志願性で高度な 軍事協連を受けていることで、日本の大学生の軍事協連が強制的で初歩訓練に過ぎないのとでは大きな差があったことだった。有事の際に、これらの大学生や卒業生が優秀な将校として軍に編入されるため、常備軍は日本陸軍の半分しか兵力がないアメリカ軍の有事の際の実力を痛感させられた。また、一年間にわたって、ノースカロライナ州、 ムールトリー要塞で、連帯付将校として勤務し、アメリカ陸軍不評学校も見学し、アメリカ陸軍の戦術に精通している。日本陸軍は、対ソビエトが基本であって、アメリカ軍に対する評価は、背筋主義のアメリカでは、将校ですらだらしがない、戦闘が始まればおろおろするだけだなどと警部する、傾向が悪化。やはラは、そのようなアメリカ警視の見方に対し、 アメリカ軍の実力は日本陸軍が考えているような甘いものではないよ一番注目しなければばらないのは彼らが火力を重視していることだ。訪問の数は大差なくても撃つ砲弾の量が違う。日本の野砲はせいぜい1日10発ぐらいだろうがアメリカの工業力は日本と段違いで戦時になると軍需生産力は膨大なものになるからいくらでも撃てる。 平時のアメリカを見て、戦時の実力を推察しては国を誤ると的をいた、反論をしていたが、作戦参謀の主流派閥に属する士官たちは、後の日米戦争の敗戦時にすらその見識を否定し続けた。しかし、彼のアメリカに対する正しい理解は、後の沖縄戦の指揮に生かされることとなった。1935年11月、 人事局会員、部任課となり、陸大教官に転じ、1937年8月、不評調査に昇進し、第二軍参謀に就任。同年12月、第五軍参謀となり、陸大教官に移動。1939年8月、不評調査に進級。1940年9月、大本営付け青付け、大本営参謀、作戦課。 大イ大使館付部官補佐官を歴任した。大大使館付駐在部官というのは、表面だけで、裏では来たるイギリスとの戦争準備として、マレーやビルマの情報収集という任務に携わっていたが、その際に、後に、同じ第32軍で、沖縄戦を指揮する超優勝者とよくサイゴンで一緒になり、サイゴンの映画館で、海外映画を一緒に鑑賞し、 宿舎のマゼスティックホテル近くのすき焼き屋で通院している。太平洋戦争が始まると、第十五軍参謀としてビルマ、現メアンマー攻略作戦を担当した。積極攻勢を提示し、軍司令官、飯田翔次郎としばしば対立した。その後、デング熱を発症しない地へ帰還した。回復後、陸軍大学校教官に発令され、1943年3月、 陸軍大佐に昇進。1944年3月20日に沖縄防衛を担う第32軍の高級参謀作戦担当とな。当初は水際での積極構成を立案していたが、防衛部隊の主力である第9師団の台湾移転後は戦略時給方針へ変更し、アメリカ軍の襲来に備えた。この結果、以下の沖縄戦での評価の項の説明の通り、 アメリカ軍に多くの死傷者と司令官の戦死という犠牲をもたらし、日本軍としての大きな成果を上げる。1945年6月18日に、沖縄本島南部マブニの洞窟に追い詰められたは、第32軍司令官、牛島光中将は、自分の最後を悟ると、超勇三ム参謀長を除く矢原ら三参謀に、日本本土に帰還して、戦訓を伝えることや、 アメリカ軍広報に潜入して遊撃船を仕掛ける任務を与え、自分と長は受決を決意した。矢原は他2名の参謀と日本本土に帰還する任務を命ぜられた。その夜には残ったわずかな缶詰などの食料で第32軍司令部最後の宴会が催された。21日には沖縄戦のアメリカ軍司令官、サイモン・ビー・バックナージュニア中将が戦死したという、 知らせを受け、歓喜したが、翌二十二日には、司令部洞窟周辺に、アメリカ軍が進出し激しい攻撃加えてきたため、六月二十三日に、牛島都庁は自決し、第三十二軍は、実質上組織的な抵抗を終了した。矢原は、牛島都庁の自決を見届けた後、牛島の命令通り、日本本土への先訓伝達のため、民間人になりすまし脱出を図るが、 6月25日に民間人や廃山兵数十人が籠もる愚紙の洞窟に入った頃でアメリカ軍に包囲された。留学時の体験でアメリカ人をよく知っている矢原はアメリカ軍が民間人らを殺害することはないと考え、玉砕すると生き込む廃山兵を解き伏せると英語でアメリカ軍に投降を申し出て民間人ら数十名と共に捕虜となった。 アメリカ軍の収容所に入ってからも偽名を使い身分を教師と偽り民間人として作業に従事していたが7月23日に沖縄県庁の元課長でアメリカ軍の係官をしていた日本人男性からの取り調べを受けた際に身元がバレてしまった。ヤハラはそのままアメリカ軍に引き渡されその後はアメリカ軍から尋問を受けたが 住居として一軒家の農家を与えられるなど、高級士官の捕虜として扱われ、日本産まれの日本語が堪能なアメリカ軍の連絡証拠をあてがわれ、元日本兵の当番兵もつけられた。ヤハラは、アメリカ軍の機関誌、バックナーも自由に読むことができ、バックナー紙面で、日本への原子爆弾投下やポツダム宣言受諾を知ることとなった。その後も、 アメリカ陸軍内住軍の参謀長らと沖縄戦について論議したりしながら捕虜として12月0まで過ごした後、1946年1月に復員した。内地に復員後は故郷に帰って十分の農地を借りて農夫をしていたが、軍が消滅し、現金収入が途絶えて困窮していた時に、軍の残務整理局から声がかかり、一旦は職を得て単身で上京し、 しかし、1947年に福音が一段落すると、また職を失うこととなり、学府の清水基重、元中将にも就職の圧旋を依頼したが、はかばかしくいかなかった。ここで、や原は、職業軍人として家族を帰り見なかった半生を振り返り、今後は家族と共に生活しようと考えて、故郷に帰ることとし、故郷で農作業の傍ら、 単物の行商を始めて、極貧ながらもどうにか現金収入のとをえた。1950年に警察予備隊が創設され、旧軍高級軍人であった矢原にも入隊の誘いがあったが、もう二度と他人に死を強制するな仕事はしたくないと断っている。その後、高度経済成長が始まったが、矢原家はその恩恵をあまり受けなかったにもかかわらず、子供には、 高等教育を受けさせようと、教育費には糸目をつけなかった。その後、子供らが独立すると、行商を辞めて、長男と同居し、ようやく落ち着いた生活ができるようになった。本人は85歳まで生きると言っていたが、1981年5月7日に78歳で、永明。朝に妻が様子を見に行ったところ、布団の中ですでに息を引き取っていたという。矢原は最後まで、 旧軍人、彼ら自身は、自分の名前も所属も、まともに公表しおらず、自分たちのデタラメな戦略で犠牲となった、前線部隊の遺族の追求から逃れるかのような、行動を死後に至るまで取っているから、沖縄を見捨てた被行者呼ばわりされ、葬式に参列した、旧軍関係者はたった三人だった。沖縄戦では、第32軍参謀として司令官、牛島光中将を、 よく補佐し、地球戦術を提案した。当初は航空支援下での水際撃滅戦を主眼としていたが、大本営の誤った敵上判断による防衛戦略の未使により、沖縄防衛の要であった第9師団を台湾に引き抜かれ、約束されていた補充師団も到着しなかった。そのため、本土決戦を引き延ばす時間稼ぎの捨て石となるようにとの大本営の受けに対し、 自給戦への方針転換が最も堅実な作戦であると考えた。矢原はただ兵力不足のため自給戦を提案したのではなく、地道な自給戦で長期間アメリカ側に出血を強いることにり、アメリカ世論を沿線気分へ動かし、日本の立場を有利にする考えがあったという。鋭であった第9師団の台湾移転により、作戦の見直しを迫られた矢原は、 航空部隊の支援を受けての水際撃滅戦というアメリカ軍との圧倒的な火力差を無視した大本営の非現実的な戦草構想を退け過去に読んだ日本の柔道家がアメリカの検討家と医師格闘技戦を戦い柔道家が寝技で検討家を下したという一説を思い出し圧倒的な火力を誇るアメリカ軍相手に成功では勝てないため剣道など洞窟陣地を構築して そこに牢上し、徹底した戦略時給を主眼とする大転換接近戦に持ち込む寝技戦法しか対抗手段はないと考え、第32軍に徹底した陣地構築を命じた。しかし、これは単なる思いつきではなく、矢原は日本軍参謀の多くが有した悪壁である自軍の戦力に対する過大評価を一切せず、第32軍の2.5個手段に対し、 進行してくるアメリカ軍は6から10個師団、実際は8個師団弱と正確に予想、1個師団あたりの火力の差、艦砲射撃や空爆も含めると、戦力差は30倍以上になると赤しており、この戦力差を補うためには、不沈艦沖縄の自然力を十二分に発揮するほかは、ないと考えたからである。沖縄の地盤は、固い参後章でできているところも多く、 屈作により艦砲射撃や大型爆弾に耐えられる陣地を構築することができた。矢原の指揮により地形に沿った洞窟陣地や砲床や残壕が次々と作られ、それらは地下トンネルで接続され、また巧妙に偽装された。山腹には前面の他に後方斜面にも陣地が作られ、反射面陣地アメリカ軍の激しい砲爆撃に耐えられるような 巧みな構造となっていた。日本軍はその陣地を活用し、まず、アメリカ軍部隊を日本軍陣地の直前まで誘導すると、重機艦銃、軽機艦銃等で操作して、戦車部隊と不評部隊を分断した。ついで敵戦車を対戦車砲、三砲、野砲、地雷、不評の肉弾戦によって撃破し、敵の増援部隊を銃榴弾砲、野戦銃砲、 重砲の砲撃により叩いた。アメリカ軍は日本軍の組織的抵抗がないままにカデナへ無欠上陸したものの、その後は日本軍の自給戦略によって大きな犠牲を強いられることとなる。ヤハラ戦略は地味だが非常に効果的であった。しかし、大本営からの攻撃の最速と潮流参謀長の直上的な思考により、ヤハラの反対にもかかわらず、 アメリカ軍が上陸して、約一週間後には時久戦な無謀な夜間突撃に切り替えられた。ヤハラの想定通り前線の兵力は大損害を被り、砲兵部隊の弾薬は大半を使い果たしてしまった。その後は、牛島中将は、ヤハラの戦略を全面的に採用し、徹底した防衛戦により、かかず高地の防衛戦、シュガーローフの戦い、首里城攻防戦では、 苦境の中で前線した。アメリカのマスコミは、アメリカ軍のあまりにも大きな損害と進撃スピードの遅さに、アメリカ軍司令官サイモン B ・バックナージュニア中将を激しくバッシングしている。しかし、日本軍の損耗も激しく、ヤハラは、アメリカ軍をより長く沖縄に足止めするため、全軍を沖縄南端部まで撤退させ防衛戦の継続を提案、牛島も、 ヤハラの戦略を採用し、雨天を利用して、マブニコーチに撤退した。その後も持給戦により、アメリカの上陸軍に多大な死傷者を出させたのみならず、アメリカ軍司令官、バックナー中将を重榴弾砲の砲撃により戦死さている。このバックナー司令官の戦死は、アメリカ軍史上、司令官クラス初の戦死者であり、アメリカ国内世論が騒然となった。ヤハラは、 もし第9師団が引き抜かれず、自分が想定したような徹底した持給戦を行っておれば、終戦の日まで首里で持ちこたえることが可能で、牛島司令官も死なずに済んだのではなかと回想している。矢原自身は自分も在住したアメリカをよく理解した上で作戦計画を立てた。そのため矢原を評価したのは敵手であるアメリカ軍であった。アメリカ軍は、 や原らの作戦計画を高く評価している。また、作家、山本七兵は、敗戦後の捕虜収容所で、アメリカ軍将兵が一兵士に至るまで、沖縄の日本軍の作戦は、スマートだった。あれを底的にやられたら参るところだったと評価していた、と書き残している。また、アメリカ陸軍戦士、最後の戦いでも、沖縄における、日本軍は、誠に、優秀な計画と、 全計りごと思って、我が信仰に立ち向かったと述べられている。ただ、時久戦を伴った沖縄戦によって多くの住民が犠牲になったことは事実である。特に日本軍が戦闘力の多くを失った後での首里放棄、南部、マブニコーチ撤退による時給作戦次は、寸地残る限り交代前倒すべしという大本営の方針を牧手したものであり、実際に アメリカ軍を1ヶ月間足止めし、多大な損害を与え、軍事作戦としては成果を上げたものの、沖縄県民の生命保護の県地からの島田明、沖縄県知事の首里放棄反対を尻け、予想通り南部に避難していた沖縄県民の多大な被害を引き起こした点で、強く批判されるものであるとの指摘もあり、矢原自身も、自らの作戦によって生じた沖縄県の住民への、 犠牲に対する責任を強く感じていた。沖縄の人々への申し訳のなさより、や原は戦後に沖縄を訪れていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。